Hey guys, my name is Kwami. どうも、Kwami です。よろしくお願いします。おはようございます。今日は金曜日です。出勤前にね、ちゃちゃっと動画を撮って、会社に行きたいと思います。で、今日はですね、特別な日です。私にとって特別な日です。コロナウイルスのワクチン接種の日になります。実は、1ヶ月ほど前に打つ予定だったんですが、65歳以上の方でまだ打ててない人がいるからということで、区役所の方、区役所だと思うんですけど、事務局、どこだろう、覚えてないんですけど、事務局の方から、結構強制的だったと思うんですけど、まあ、でも、お願いがありましてっていうことだったんで、お願いだったので、まあ、私がそのお願いに応じたという形になるんですけど、結構、強めのお願いをされまして、私が予約、コロナウイルスのワクチン接種の予約をしてたんですが、キャンセルをして、今日に至るという形になりました。はい。なので、そのね、予約を一回キャンセルした後、なかなか予約取れなくて、というか空きはあったんですけど、行きにくい時間帯ばかりで、なかなか予約、できませんでした。はい。ということで、今日はね、ワクチン接種に行ってまいります。で、ちょっとね、注射っていうのはね、あんまり頻繁にするものではないので、まあ、毎年健康診断で、血液検査で針刺したりとかしますけど、やっぱり慣れないですよね。なので、ちょっと緊張しております。聞いた話によると、腕が上がらなくなるとか、なんか痛いとか、発熱するとか、腫れるとか、聞きますけどね、どういうもんなんだろうなと思っております。周りのね、会社の周りの人は、結構なおじさんばっかりで、何も起きなかったよみたいな感じで言うんですけど、ニュースとかね、見ると、なんか、なんだろう。比較的若めの人にそういうね、強烈な副反応が出るというふうにね、聞くと、まだ私もね、まあ若い方かなと思ってるんですけど、まあ比較的ね、まあ60代とか50代とかではないので、ちょっとね、副反応怖いかなっていうふうにね、思うんですけどね、どんなもんだろうなということで、今日はちょっと緊張しております。はい。ちょっと話長くなりましたけど、あと会社に行かなきゃいけないんで、早めにね、動画切り上げて、行ってまいります。じゃあ、午後からね、ワクチン接種です。多分、接種会場は撮影禁止なので、ただ、行ってきますっていう報告をして、帰ってきて、動画を撮って、症状の報告なり、なんなり、分かったことを、お話ししたいと思います。では、出勤時間なので行ってまいります。はい。では、失礼します。一度失礼します。はい。コロナウイルスのワクチン接種に行ってまいりました。早めにね、帰ってきてたんですが、家でいろいろバタバタしてたので、もうね、日も暮れて夜です。で、今日はね、打ってきた感想、ワクチン接種をしてきた感想と病院で言われたことをここでね、共有したいなというふうに思っております。はい。ワクチン接種に関してですけど、私が聞いていた情報では、ワクチン接種は痛いぞーというふうにね、聞いてたんですよ。まあ、ちょっとその人とね、なかなか話す時間もなかったんで、詳しく聞けなかったんですけど、まあ、多分痛みに関しては個人差があるのかなというふうに思いまして、私は痛みに鈍感なんだろうなというふうに思ってます。で、接種。体内にワクチンを注入した時に、激痛がね、ここら辺走って、痛ってなるのかなと思ったら、そういうわけじゃなかったですね。唯一感じたのは、注射の針がチクッとしたくらいのもんで、別に何もなかったですね。はい。そんな感じですね。感想としては特に何も、痛くなかったです。なので、ちょっとね、今朝までね、緊張してたのがアホみたいな感じですけどね。はい。ということで、
ワクチン打つ人、打たなきゃならない人、打ちたい人、いましたら、ね、緊張せず、痛くないので、リラックスしてね、打ってきてください。はい、そんな感じですね。はい。So today I went to a hospital to take a coronavirus vaccination. I came back one or two hours ago and yeah, I finished taking a first vaccination. I heard that taking coronavirus vaccination is really painful. People around me said so, but in reality it was just like nothing. I didn't feel anything.I just felt injection needle was touching my arm around here. That's all. Yeah, it was just like nothing. So if you want to take coronavirus vaccination, no worry. You can just relax and go. あと病院で言われたことについてね、お話ししようと思いますけど、病院で言われたことは、接種後3週間経ったら、速やかにね、2回目を打ってくださいっていうことでした。1回目ね、打ちましたんで、3週間後となると、11月第1週か第2週って感じになると思いますね。なので、速やかにね、予約を取って打ちに行きたいと思います。で、私の住んでるのが浦和、埼玉県埼玉市の浦和なんですけど、埼玉市のワクチン接種が11月30日で一度打ち切りになるそうなんで、まだ打ちたいよ、まだ打ってないよ、まだ打ちたいよ、打たなきゃならないよっていう方は、11月30日までに2回目打ち終わるように、スケジュールを組んで、打ちに行ってください。なので、まだ打ってない方、速やかにね、予約を取ってください。で、最終チャンスは多分11月の第1週に1回目、1回目打って、第2週目、第4週目か、最終週に、2回目を打つっていう感じですかね。なので、打ってない方、急いで打ちに行ってください。まだ今ね、場所を選ばなければね、空きはたくさんありますのでね、お任せします。So, if you live in, my area, I mean, Saitama City in Saitama Prefecture,we have to finish taking vaccination by the end of November. Vaccination period will be finished by the end of November. So last chance of taking vaccination for first vaccination will be in the beginning of November, and last chance for second vaccination will be the end of November. So if you don't take any vaccination yet, you have to be in a hurry. Okay. This information is applied to people.Who is living in Saitama City in Saitama Prefecture. まとめると、ワクチン接種、全然痛くなかったです。私が痛みに鈍感なだけかもしれないんですけど、全然大丈夫です。周りの人はね、痛い痛いって言ってたんですけど、平気です。はい。そんな感じですね。なので、怖がらずに、打つ人、ぜひ早めにね、予約を取って、打ちに行っていただけたらなというふうにね、思います。で、あと病院から聞いた話を、言いますね。ワクチン接種の、締め切りが11月30日なので、最終チャンスが11月の初旬、第1週と、2回目が、11月終わり、第4週ですかね。なので、打ってない方いらっしゃいましたら、速やかに予約を取って、打ちに行ってください。まあ私強制しませんので、打たないよっていう方は別に打たなくていいですし、打たなきゃなっていう方は早くした方がいいんじゃないかなというふうにね、思っております。はい、そんな感じで。ご視聴どうもありがとうございます。また見てください。チャンネル登録、いいね、コメントよろしくお願いします。Thank you so much for watching. Please subscribe my channel. Leave me some comments. Bye bye!
はい、コロナウイルスのワクチン接種をして、1日経ちました。1回目のワクチン終わって1日経ってから、なんと副反応現れました。で、大したもんじゃないんですけど、腕がね、動かしづらい、痛い、あとは注射した部位の周辺が少し腫れてるかなっていう風に感じます。まあ、ただね、腕が動かしづらい。それだけですね。こういう感じ。うん。こう、結構、なんか、スローな感じで、なんか違和感があるなっていうふうにね、思います。まあ、ちょっとこのね、痛みというか、感じはですね、中学校の時の肩パン対決の後みたいな感じがしますね。そういう変なね、よくわかんない根性試しみたいなのね、やってたんですけど、その肩パンされた後、みたいな感じですかね。うん。はい。以上です。はい。じゃあ、バイバイ。